こんにちはアウディから発売されている電気自動車の e ー t r o n に使われているインバータを今日は分解します今回も名古屋大学でパワーエレクトロニクスの研究をしている山本先生からこちらの分解用のインバータをお借りしましたいつもありがとうございますまずこれがインバータの全体的なサイズ感です大きさはそんな大きくないですねでここが出力の UVW それぞれです 上から見ると、ここが出っ張っていますが、ここが直流の入力です。ここにケーブルが入ります。これの反対側を見てみると、穴の開けられるようなところはありますけども、こちらには穴は開いていません。直流入力ですが、本体の刻印があって、こちら側がマイナス、こちら側がプラスの入力になります。バッテリーの入力です。製造メーカーはこちらです。日立オートモーティブシステムズが作っている電気自動車用のインバーターです。 ここに Made in Japan って書いてありますね。アウディの電気自動車用に日立が作っているインバーターになります。蓋を取るとこんな感じです。蓋自体はアルミでできています。蓋の裏に樹脂製の絶縁シートが貼ってあります。まあ、絶縁のためですね。蓋を開けて一番まず目に入ってくるのがこちらの銅のバスバーです。まあ、銅のバスバーが直流の入力から入ってくるわけですが、ここが直流の入力です。 まずこちらの銅のバスバー1つ目を取りますバスバーですが樹脂で固めてあります2つが並列して通るようになっているのでまいわゆるラミネート構造ってやつですねバスバーのインダクタンスを最小にするようにしています銅のバスバーもう1つありますここが直流の入力ですがそこに直接接続されるバスバーです本当だったらこことここにバスバーに電流センサーが付いたものがあるのですがそれは取り外されていますここのバスバーはバッテリーのネガティブ側です 当然ですがバッテリーの電位が安定しているところに電流センサーをつけるということをやっています。バスバーを取り外すとこんな感じです。バスバーの下にはフィルムキャパシタが2つあります。大きいのと小さいのです。小さい方のフィルムキャパシタはニチコン製。こちら大きい方のフィルムキャパシタですが、放熱のためにシリコングリス塗ってありました。同じくメーカーはニチコンです。 話を戻してバスバスーですこことここを結ぶところにもともと電流センサーが入っていましたで先ほど見たバスバーと同じで樹脂で固められていますでこの部分に、はい、インダクターのコアのようなものがあります、まあ、こちらのバスバーにコモンモードのコイルを入れることで、まあ、コモンモードのインダクターを形成していると、まあ、当然ですが巻き数は1ですこういうのって当時率どのくらいの大きさにするんですかね この場合だとコモンモードの電流っていうのはほとんど流れないと思いますがどのくらいの当資率に設定していてその当資率がどのくらいの周波数まで維持されるのかとかそういったことの設計がどういうふうにされているのか興味あります今見えている銅のバスバーがありますが回路解析が間違えていなければこの銅の見えているバスバーはバッテリーのポジティブ側ですその上にですねこういうふうに結構大胆に配線を通すということをやっています これは電流センサーから来ている信号の線ですこのインバータの中の、まあ、メインのコンポーネントみたいのがあるんですけどそれがこういうふうにごっそりと外れるようになってますでここにフレキシブル基板があります、まあ、こんな感じですねここに入力があってでそしてこちらのフレキシブル基板に入ってくると、まあ、自動車の他のユニットから来た制御信号でこのインバータを制御するその信号の入力をこちらでやってます こちらのフレキシブル基板ですがすぐ近くに大電流が流れるインバーターがありますこちらの面は信号ですがこちらの裏面についてはメッシュパターンのグランドプレーンになってます、まあ、なんでメッシュにしてるかっていうとこれ特性インピーダンスを制御するためですねこのメッシュの開口率を変えて特性インピーダンスを制御します通常特性インピーダンス制御しようとするとこちらの面の信号線の太さを変えるんですけど、まあ、それをやらないでこちらのメッシュの方で対応してます しかもこれ結構窮屈なところに曲げていれられていますししかも自動車で振動が結構多いですね、まあ、そういったことの兼ね合いもあってメッシュにしている可能性もあります、まあ、インバータのメインの部分ですがこちらに制御基板が1つとでもう片方にも制御基板というかこれはゲートドライブ基板ですね、まあ、基板2つ使っています こちらのメインの制御基板からゲートドライブ基板に信号を入れるわけですがそれはフレキシブル基板を使ってやっていますちょうどゲートドライブ基板のこことそしてメインの制御基板をここでフレキシブル基板をつないでいますでフレキシブル基板は今欠品になってます制御のメインで使っている部品はこちらです IC2 つ使っていますインフィニオン製のマイコンとあとはアルテラ製の FPGA です まおそらくメインの制御というのはこちらのインフィニオン製のマイコンの中で行っていてま補助的な動作というのはこちらの FPGA の中でやっているのかなというふうに予想していますこちらに日立の文字がありますねかっこいいですねま車載のパワー半導体もインフィニオン強いんですけどこういった車載産業用のマイコンについてもインフィニオンは強いですこちらのマイコン FPGA 類の隣にあるこちらの IC こちら NXP セミコンダクターズ製の電源管理用の IC ですこの IC の周りをよく見てみると電解コンデンサーであったりインダクターがいくつかあったりあとは積層セラミックキャパシターがあるのでなんとなくですが電源管理のことをやっているのかなというのが分かりますねこちらの制御基板を取るとこういうふうになってますこの日立製のインバータはですね冷却水が通るところ結構分かりにくくなってます でこちらから冷却水が入ってきて、こちらから冷却水が出てくるっていう構造です。まあ、特にこういったマイコン関係は熱に強くないので、先に冷却水を入れて、一番最初に冷やすという風になります。で制御基板の裏側を見てみると、熱伝導シートが貼ってありますで。それに対応するように、こちらにも突起があります。こういう風にくっつけて放熱すると。頭いいですね。発熱のあるマイコンと電源のところに、まず冷却シートが取り付けられていると。 それプラス電源制御と、まあ、あと本当に電源のところにもこういうふうに熱伝導シートが取り付けられていますで冷却水の通る経路も見てみます冷却のための突起が2つあってそのうちの一方を見てみるとこちらの方だけ穴が掘ってあって表面積を稼いでますもう一個の方には特に穴とかは何も掘ってありません穴の掘ってある突起はこちらに対応しているわけですがこちら まあよく発熱する電源のところについてはまあ集中的に冷やすそういうふうな構造になってます反対側のゲートドライブ基板に行きますここにゲートドライブ用の IC が合計6個使われていますゲートドライブ IC ですがローム製の BM6101 というアイソレーター入りのゲートドライバーですでロームは最近パワー半導体であったりあとはゲートドライブの IC かなり頑張っている印象がありますが まあこの頃からですね、もういろいろなところに採用されていると。まあ、こういった日本メーカーについても今後ですね、さらに頑張っていってほしいですで。こちらのゲートドライブ基板については、電位がバッテリー電圧と同じまで上がるので、基本的にこちらの絶縁シートが使われています。基板についてもベタグラウンドとか、そういったことは基本的にしていません。まあ、電位 0V と 400V が同じ基板上にありますので、ベタグラウンドはやりません。 そこら辺は制御基板とは大きな違いです。で基本的に制御基板はベタグラウンドで、このフレームに設置されています。このネジを返してグラウンドの部分を設置しています。ゲートドライブ基板を取り外すとこんな感じですで。ここに真っ白い電流センサーが見えます。モーター電流用の電流センサーです。UVW のそれぞれ3つがあります。で、電流センサーはこんな感じで取れます。まあ、バスバーと一緒になってますね。 三層出力のバスバーのところにこういうふうに刺されると三層出力のバスバーには熱伝導のシートが貼ってありました電流センサーのメーカーはレムです非常に有名なところですねいよいよパワー半導体が見えてくるわけですがここにパワー半導体がモジュール3つありますこの蓋みたいのをまず取り外すとこんな感じです 先ほど蓋を開けた時に一番最初に見えた直流のバスバーがあります。でそのバスバーがここのパワー半導体のところにつながっていると。直流のバスバーとパワー半導体を使うところはもともとロー付けか、まあ、それか溶接されていたと思いますが分解のために切り取ってあります。で他のところも同じです。こちらも同じようになってますすババスバーを取り外すとこんな具合です。 バスバーの裏は特になんもないですね。ここに熱伝導のシートが貼ってあります。ここにキャパシタタですね。もともと6個ついていましたが、1個は取り外されています。これおそらくフィルムキャパシタかと思いますが、耐圧は 700VDC、静電容量は100マイクロファラッドです。メーカー名はどこにも書いていません。ですけども、なんかちょっと特定できそうな感じはしますね。この形状からどこのメーカーかっていうのが。 こちらの奥の方にキャパシタがこのように入っていきます次パワー半導体見ていきますこの金具があってそしてこのプラスチックみたいな絶縁シートですかねがありますそしてここにパワー半導体のモジュールが3つありますそれぞれ 2-in-1 タイプで3つということですこれの自走方法がまた面白くてこういうふうに引っ張ると <laughs> はい分かりますかこういうふうにカートリッジタイプみたいになってます 入れるサスでここにオーリングがあって全て水冷ですねこちらのパワー半導体モジュール3つありますが全て両面冷却ですこの両面冷却のやり方っていうのは今まで見てきた中ですと一番かっこいいですねトヨタ系のインバータは電装のパワーカードというのを使っていてそちらも両面冷却を採用してますただ電装のパワーカードはここまで複雑な形状はしていませんま日立製のものですとこういうふうに冷却のフィンが たくさん生えていてこの間に水を通すような構造になってますよく冷えそうですねこのメインのパワー半導体を冷やすための冷却水の通り道ですがこのような経路になってますまず制御基板を冷却する用のまあ水の通り道がまず最初ここに入ってきますでここを水が通っていってでここになってくるわけですねで冷却水の通り道ですが最初上の方に行きますで回転させると こうですなので一番最初にこちらのパワー半導体が冷やされることになりますで次に冷却水どこに行くかというとここに穴が開いていますねでその穴を通ってこちらに行きますですので2番目はこちらのパワー半導体のモジュールが冷やされますでそしたら冷却水は一度こちらに入ってきてで下の段に移りますで下の段はこういうふうな経路で通っていきます見えますか そして最後3つ目のパワー半導体のモジュールを冷やすわけですそして全てのパワー半導体モジュールの冷却を終わった冷却水はどこに行くかというとここに来るわけですこれはどこに接続するかというとこのようになって冷却水は外に出ていきますこの冷却品ものすごくよく冷えそうな構造をしていますパワー半導体モジュールと冷却器が一体になっているわけですが この冷却器の水の入ってくるところが何か意味のありそうないいい違いになっています、まあ、色々理由を考えてみたんですけど冷却水が入ってくるところに水をちょうどいい感じに分配させるための工夫かなとか、まあ、そんな意味を考えたりしました本当にこのためについているかは分かりませんというわけで今日はアウディイートロンに使われているインバーターを分解しました インバーター自体は日立オートモーティブ今の日立アステモが作っていて日本製ですこのインバーターの本体の部分についてはかなり小さく作られています構造自体は結構複雑な作りになっていますけどもただ組み立てていくとなんというかパズルみたいに組み立てられるというか部品一つ一つがかなりきちっとはまるようなそんな作り方をしてます 今まで見てきたインバーターの中でもまあかなり細かくてそして丁寧に設計されているまあ良い意味で日本のメーカーが作ったインバーターかなといった感想です今日分解したように電気自動車のインバーターであったり充電用の DC-DC DC コンバーターも順次分解していきたいと思いますそれでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました T シャツ販売中詳しくは概要欄から